はいどうも、青函溶接職人カジチャンネルです。皆さんチャンネル登録高評価ありがとうございます。本当に嬉しい限りです。まだまだ頑張っていこうと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。コメントも質問感想疑問何でもいいので書き込んでいただければ幸せます。はい、これまでに図面の読み方、最初に読むべきところ編をアップしていますが、その中でも解説しています。材料取りを少し深掘りして解説していこうと思います。まだ最初に読むべきところ編を見てないよっていう方は、概要欄にリンクを貼っていますので、そちらを見てからの方がより理解できると思います。余談ですが、最初に読むべきところ編は初期の頃の動画なので、慣れてない感が半端なくて笑えます。図面関係の再生リストを作ってあるので、合わせて視聴してみてください。これから紹介する材料取りのやり方はあくまで私のやり方です。合う合わないがあるとは思いますが、参考になれば幸せます。それでは早速いってみよう。皆さんは品物を製作するとなると、どのような段取りで進みますか？私の場合は、図面を渡されると下ごしらえから青函溶接、タイミングさえ合えば組み立てまで携わっていました。どの工程に携わるかは会社によって様々だと思います。私の場合はあまり大きな会社ではなかったため、ほぼ全ての工程に携わっていました。そのため、いろいろな角度から青函溶接という仕事が見れているのではないかと思っています。その中でも材料取りはとても大切な工程だと思っています。材料取りで製作の段取りは決まると言っても過言ではないと思います。どこをどの寸法で発注するとか、ここは曲げにしようとか、縮みしろをどのくらいにするだとか、製作する品物によって様々なので、私の場合は材料取り担当者と打ち合わせしつつ、ああだこうだと相談させていただいてました。それもこれも良い製品を短時間で効率よく製作するためです。ここからは発注する時の材料取りとは違い、あくまで自分が図面を見て材料を取ることを前提に話をします。皆さんは品物を作る際に材料取りはしますか？リピート品を扱っている場合は、あまり材料取りを意識しなくてもいいかもしれませんね。主に一品物を作る場合の仕事の進め方かもしれません。すでに用意された材料を使って制作するっていう方も多いとは思います。しかし、そんな方々も初めて制作する品物に関しては材料取りはした方がいいと思います。理由としては3つ挙げられます。1つ目の理由として、材料取りの時点で間違えることもあるからです。早めにミスに気づき修正することができます。材料取りをしてくれる人がいるなら助けてあげることにもなりますし、その人に協力することができるので、次に自分が間違えた時などは快く対応してくれる関係が作れるのではないでしょうか。ヒューマンエラーは必ず起きると思っているので、要所要所で確認は欠かせないと思います。さすがに頻繁に間違われると困りますが、2つ目の理由として、材料を取ってくれる人がどのように作るつもりなのかを感じることができます。あくまで製作するのは青函屋さん、溶接屋さんがメインとなります。製作する側の意向を理解してくれているのかを確認することができますし、違和感を感じるようなら話し合って解決しましょう。今後にもつながりますし、より製作しやすく良い製品にできると思います。ただ、材料取りをする側にもポリシーや事情がある場合もあるので、そのあたりは持ちつ持たれつでいい関係を作りましょう。3つ目の理由として、これが一番のメリットだと思いますが、図面で今回製作する品物がどのような形で、どこに溶接があり、どういったものが取り付いていて、といったことがより深く理解できます。私の場合はこの材料取りで品物の全体像を把握します。できるなら全ての材料取りを材質等も確認した後、
全ての材料を集め揃えてから下ごしらえスタートが望ましいです。納期や材料の入荷日の違いなどの兼ね合いでなかなか難しいかもしれませんが、複雑な品物ならなおさらですし、単純な品物にこそ落とし穴があるものです。私も間違えそうになる品物は意外と簡単そうに見える品物の方が多いです。間違えて制作してしまうと1日ロスくらいならまだいい方です。しかも間違えた箇所を元通りにすることはほぼ不可能。見栄えも悪くなりますし、何よりモチベーションがガタ落ちです。ざっとでもいいので寸法はもちろん材質なども確認しつつ材料取りをし制作を始めましょう。私の場合は品番から全ての部品を確認します。親切な図面なら一つ一つの部品に品番が振ってありとても助かります。しかし品番が大きくくくってある場合はまず個々の品番に分けます。これは最初に読むべきところ編で解説していますのでそちらを見てください。図面だけを見て材質をチェックし、品番に寸法を書き込んだ後、実際の材料の寸法などをチェックします。材料を測りながら品番を取ると思い込みで寸法等が間違っていることに気づかないケースがあるためです。さて実際に材料取りをするときに気をつけねばならないことがあります。図を見てください。このような形を製作するのでもどのような材料を取るかで製作段取りや工数が変わってしまうという点です。図面に明確に指示がある場合や相談もさせてもらえないような品物は指示通りに製作しなければなりませんが、そうでない場合も多々ありますよね。アングルやチャンネルを直角に組む場合、右の図のように材料を取るか左の図のように材料を取るかで品番の寸法は変わってきます。メリットデメリットを比べると、このように取った場合は寸法は出しやすい反面、下ごしらえや溶接量が増えます。一方斜めにつないだ場合は溶接量は減りますが寸法が非常に出しづらくなります。状況に応じてどちらにするのかを考えましょう。次にこの図を見てください。完全溶着をしなくてもよく、表裏溶接の場合この形を作るのに皆さんはどのように材料を取りますか？曲げたので良ければ曲げにするか、角角を少し重ねるか、どちらかを面まで出すように取るのではないでしょうか。正感から言わせてもらうと曲げが一番早いです。熱もかかりませんし歪みもありませんよね。溶接をしなければならない場合はまずこの図のように面まで出すやり方、この場合だと一般的には解析がいりますよね。私の周りには角角の内寸で材料取りをする方もいらっしゃいました。材料を取る方は楽かもしれません。しかし角角は形にするのが難しくなります。青函屋さんはあまり面白くないですよね。この図のように少しラップする材料の取り方が一番手間を省けると思います。買い先もいらなくなりますし組むのも楽ですよね。しかし材料取りをする側から見ると、全ての板のラップする寸法を理解し、内寸や外寸からラップの部分のプラスマイナスをしなければなりません。少し手間がかかるということも理解してあげましょう。最近はレーザーでの切断も多くなっています。開けられる穴は材料発注の時点でお願いするのも手です。穴寸法がプラスマイナスゼロだとパイプなどが入らないため、穴をどのぐらいプラスにすればいいのか等も確認が必要です。曲げのある場合、下手に穴を開けると穴の部分が曲がらなくなる可能性があるので注意が必要です。ローラーでもプレスでも大きめの穴の開いた部分はある部分曲がらないところができます。図で説明します。詳しく説明すると長くなるので、今後3本ローラーで曲げるコツを動画にする予定です。そこで詳しく解説する予定なので、アップされた時はチェックしてみてください。今回は簡単に解説します。マンホールのダブリングなどは分かりやすく綺麗に曲がらない経験がありませんか？
ローラーだとこの黄色の範囲の3分の2くらいは穴の端を後で切るようにしましょう。この図のようにプレスでも同じことが言えます。下型の片方にかからない部分があると曲がらないので、もしレーザーで穴開けもお願いする場合は、この黄色の寸法分は穴を開けないで後で切るとうまく曲がります。レーザーで切断して材料を購入する場合はマーキングもお願いできます。先ほどのローラーやプレスで曲がらないところもマーキングだけはできますし、四芯や展開した穴などの芯等も入れてもらいましょう。そのあたりも考えて発注できるとさらにいいです。筒状の曲げがある場合などは品物にもよりますが、展開した寸法よりつなぎの部分に縮み代を 1-2mm 取っておくのも良いのではないでしょうか。はい、今回の動画役に立ったでしょうか。私は最初に制作するものの全体のイメージを頭に入れてから制作を始めます。そのイメージを再度確認しつつ制作を進めていきます。経験上、思い込みっていうのは本当に怖いです。気を抜くと今でも間違えることがあるからです。単純なものに限って間違えてしまうのも青函あるあるではないでしょうか。品物を早く綺麗に段取りよく製作するために、材料取りに少し手間をかけてもいいような気がします。皆さんはどう感じたでしょうか。はい、質問、感想、疑問等ありましたらコメントしてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご安全に。